はい、アマトです。GoTo トラベルキャンペーンですね。飛行機旅行を GoTo トラベルキャンペーンを適用してですね、楽しむ方法ということでですね、今回は第3弾、最終になりますね、のことでお話しします。飛行機に乗って現地に行きましたと。今回の場合は神戸からですね、仙台に行きましたっていうことで来たと。で、最後ですね、地域共通クーポンというのがありますね。これが料金の15%分つきますと。はい。これを使わないとね、もったいないですよね。まあ、使わなくても旅行はできるんですけども。はい。で、メールの中の下の方になってきますとですね、こういうところがあるんですね。GoTo トラベルキャンペーン、地域共通クーポンのご利用の場合ということになるんですけども、紙の場合は簡単なんですよね、比較的。ホテルに行ったら、紙のクーポン券くれるから、まあ、それを使えばいいんですけども、ね、今回の例に出したその使いチケットは残念ながらですね、電子クーポンだったんですね。電子クーポンというのはね、ちょっとややこしいです。スマホを使ってやらないといけないんですけども、まあ、これパソコンの画面でやりますけども、スマホでこれをやると思ってくださいね。で、ここの弊社案内ページって書きますから、これはスカイチケットのホームページなんですね。下の方はダメですよ。説明の仕方しか書いてないんで、事務局のホームページですね。で、ここをまあクリックしますとですね、こういうスカイチケットの画面が来ますということなんですね。で、ここでログインしないといけない。申し込むときに登録したと思いますけども、ここでログインが必要になります。で、これがですね、その、ログインした時のマイページ画面ですね。はい。になります。はい。まあ、それで、ここでですね、予約になります。まあ、本来は現在の予約になるんですけども、まあ、ここはもう私はですね、これは行ってしまった旅行なんで、もうここは使えません。で、過去の予約ですよね。過去の旅行ですよね。はい。ここになるとですね、こうやって、行けるわけですね。これがこの実際にやった時の旅行です。はい。で、ここの詳細を見、ここで詳細を開けますね。はい。そうすると、ここでこうね、実際申し込んでた話というか、旅行が出てきますと。はい。で、これを下に送っていくんですね。ここに地域共通クーポンの話が出てくるわけですね。はい。5000分ついてますよってことで、ここで、地域共通クーポンを発行するをクリックすればいい。ただし、この場合ですね、ここのですね、業者 ID と予約番号っていうのが必要になります。で、まあ、仙台に来たからですね、宮城県なんですね。ここに泊まってるから、宮城県っていうのを入れないといけないと。この3つを入力しないといけないんですけども、私はもうこれ使ってしまってますので、実際ですね、もう期限切れですね、使用済みになってますね、利用済みですね。はい、実際使ったんで利用済みなんですけども、もう先ほどのですね、これを入力する画面が来ますので、ここをクリックしたら、はい、そうするとここで5000円のクーポンが出てきますということでね、それを実際に使えば電子クーポンを使える、まあ、そういう使える店に行かないといけないんですけども、もう空港のお土産屋とか、あと、まあ、飯屋ですね、レストランとかは使えるようになってますので、帰りのですね、飛行機で、まあ、飯食うとか、土産買うとかいう時に使うっていうのがですね、まあ、一番簡単に使えるのかなということにはなります。他の店でも使えることはありますが、はい、そこをね、いうことでどっか使うと。お土産買いやっと5000円あるからたっぷりかなと思ったら一気になくなりますね。はい。まあ、そういうんですけども、先ほど言ったように、ここの番号は入力しないといけないってことになりますので、ね、これをですね、パソコン画面で今やりましたけど、スマホの画面でやるということにすると、このね、クーポン券、地域共通クーポンが使えるということになりますね。先ほど2万1000円ぐらいの金額だったんですけども、5000円分のクーポンがもらえると。いうようなことになりますので、ぜひともですね、ここまで使って、GoTo トラベルキャンペーンは初めて全部使えたってことになりますので、ぜひともね、やっていただければと思いますね。はい。まあ、紙でもらえるクーポンの方がだいぶ楽なんですけども、こっちもいい部分あるんですよ。何かっていうと、15時以降使えるってことなんでですね、宿に着く前にこのクーポンをダウンロードしたらですね、宿に着く前に使うこともできると。そういうこともできますので、はい、そういうことを勘案しながらですね、クーポンをぜひとも使ってもらいたいなというふうに思います。はい。以上ですね、飛行機旅行で GoTo トラ
取得して使うということをお話ししました。アマトでした。ありがとうございました。